さて、大きな地震が起こると、大きな被害が出ます。関東大震災や、神戸の大震災では、多くの建物が壊れたり、地面が割れたりしました。地震の規模の大きさを表すには、マグニチュードという言葉を使います。マグニチュード 7.5 の大地震、とか、マグニチュードが3だったので、そんなに大きな地震ではない、とかの言い方をします。マグニチュードというのは、その地震のエネルギーの大きさのことです。この表のようになっています。もちろん、いくら大きな地震でも、震源から遠く離れていると、揺れは小さくなっていきます。各地の揺れの大きさを表すのに、震度という言葉を使います。つまり、震源から遠いところでは、震度は小さいのです。震度については、先ほど紹介した地震計、または震度計という装置を使って測定します。震度の大きさは、次のように10段階に分かれています。この表を見ておいてください。これで、今回の授業を終了します。お疲れ様でした。